聞く、開花メルマガ。2019年5月1日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ、いよいよ 新しい年号の幕開け。一挙にパラレルワールドをシフトしましょう。明治より前、元号はその年に飢饉や疫病が流行ると流れを変えるために元号を変えるなど、新しいエネルギーにするために変えていました。明治になるにあたり、一世一元の御事乗りというものによって、 一人の天皇陛下で一つの言語という形を取るようになりました。年末からお正月になるような年明けとは、比べ物にならないくらいのものすごい変化。しかも、生前退位ということで、あらかじめ5月1日から改元になるということがわかっているので、今生きている日本人が 次に生前隊員による改元が行われるのかわからないほど貴重な瞬間です。日本国が神武天皇から始まって今年で2679年脈々と継がれている一つの家系による国家は日本のみです。その言語が変わる瞬間 4月1日の宮崎中央新聞に宮崎編集長が説著自分発信の内容を取り上げてくださいました私も5年ほど購読していますが涙が出る時もある本当に感動的なお話が毎回載っています1ヶ月たった1080円なのでぜひ購読してみてくださいね心が現れます その4月22日号、平成最後の新聞には、令和の意味が書いてありました。令という文字は、神様のもとに集まった人たちがひざまずいて、神様のお告げを聞いている形。そこから、令和、神様の真意を感じて聞いて、 美しくかつ良い言葉で伝えるそして輪に向かって行動すると訳されています非常に素敵な言葉ですよねちなみに神様とは昨日のメルマガにも書いた私とは違う存在のゴッドではなく宇宙を動かさしめている 大いなる仕組みののこことでですすね昨日のブログはこちらですさて物理という分野では自然界のエネルギーの変化は語れませんが人間の意識の集合としては開花的にお話ができます多くの日本人が「さあ新しくなったぞ!」というフォトンを飛ばします お正月の時よりも気持ち新たにというフォトンが飛んでいます。すると私たちの住んでいる世界は電子雲のモワモワなので多くの日本人が飛ばしている気持ち新たにというモワモワで揺れそのヘルツが出ています。あなたもレントゲンの電磁波 X 線が通り過ぎる立派なモアモアの雲です。その雲に気持ち新たにというフォトンが飛び込み、あなたのモアモアが気持ち新たにで揺れます。ぜひ、この意識状態をキープしてあげましょうね。この新言語になっている時の 全身で感じているワクワク感を常に広げ気分が落ちた時でも意識的にこのフォトンをかけてあげましょうあなたは Wi-Fi ですあなた発信で環境に影響を与えることができますいつも最後までお聞きくださりありがとうございますでは皆さんにとって 最高素晴らしい一日となりますように。